とことんやり込む、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。今日はね、新しいユニーク装備、入手しました。これです。谷の小玉。ユニークスキルが、確率で長弾する。だね。で、もともとついてるスキルで、チャージされた矢は敵を引き寄せる。うん。チャージショットをすると、風がギューって起きて、敵をね、引き寄せるらしいのよ。まあ、強いのかどうかわかんないけど、まあ、やってみましょう。バーストボーストリングと、無限そして、ダイナモとロールチャージ、どっちがいいだ？あ、ロールチャージにしようかな。こっちの方がなんか使いやすそうなんで。これの、これで、いきます。じゃあ使っていってみようか。あ、なるほど。ロールチャージは、これでつくんだ。羽でつくんだ。あ、そういうこと。はいはいはい。ロールチャージとバーストボーストリングは、あ、ちょっと待って、近づいてくる。ちょっと待って。これ、よしあしだぞ。よしあしだなぁ。なるほどね。これ、バーストボーストリングでこうやると、かなり寄せちゃうね。寄せて倒す感じか。ちょっと使いにくい気がするんだけどもね。なるほど。いやー、この谷の子玉ちょっと、いや、面白いよ。敵を引き寄せるから面白いんだけど、ちょっとな、これ高難易度でこんなに引き寄せちゃったら死ぬもんね。あー、でもまあこの羽でロールがつくっていうのは分かった。別の使い方があるかもしれない。あー、ちょっとどうなんだ。冬の指先みたいに3本矢が出ればいいけど、1本じゃねー。うーん、全然敵 HP 減らないし、ちょっと難しいかな。ただ面白い、敵を引き寄せるっていうスキルは。これはね、面白いよ。でもちょっと実戦向きではない気がするけどな。なんか使えるとこあるかな。まあどこかでは使えるのかもね。すげえ寄る、すっごい寄ってくる。高難易度でこの引き寄せをしちゃうとちょっと死んじゃうだろうな。寄ってくる寄ってくる。ある程度難易度を下げたところだったらこれで寄せるっていうのはまあありかな。でも矢自体があんまりねダメージないから、ちょっと使いにくい気がするんだよね。はい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 。ボスは引き寄せられない。まあそうだろうね。ボスはさすがにでかいから無理か。これはちょっと買い物だ。でも使い道はなんかありそうな気はする。ちょっとまだわかんないけどね。はい、検証してみます。では今日はね、これ、新ユニーク装備、谷の小玉、使ってみました。スキルはチャージされた矢は敵を引き寄せる。そしてもう一つ、長弾するっていうやつだね。ちょっと使い方が未知数ですけども、いくつか試してみたいと思います。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録、高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。